の所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル、今日の担当は佐々木美恋です。さあさあ、今日はですね、皆さんにご紹介したい女の子がいるんです。その子を今日はお呼びしたので来ていただきましょう。どうぞ。はい、こんばんこんにちは、こんにちは、こんばんは、最近響きに所属させていただきました、西尾優香です。よろしくお願いします。ゆうかちゃんです。よろしくお願いします。新しくね、響きファミリーに入った、はい、あだ名は、あだ名はおゆちゃんとかおゆさんとか、はい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 、そうだ、響き女子会の時に言ってたね。あ、そうです、そうです、そうです、ね、西尾ゆうかの真ん中を取って、真ん中を取って真ん中取るパターンって珍しいですよね。そうですね。なんか名字と名前をどっちも取って略したとか結構ありますけど ね、あるけど真ん中取って私で言ったらキミちゃんになる。キミちゃん、だいぶ印象変わりますね。全然違うよね。おゆちゃん、おゆです。よろしくお願いします。皆さんもぜひおゆちゃんって呼んでください。ということでね、次回からおゆちゃんも響きスタイルに参加していくということで、はい、今日はね、そんなおゆちゃんについて、いろいろねほりはほり聞いて、ねほりはほり、ねほりはほり聞いちゃいますよ。アンケートね、ちょっとアンケートリスト答えてもらったのでちょっと聞いていきたいと思います。はい、まずは生年月日はいつですか？3月の31です。あ、1日違い。私とそうなんですよ。ね、連続でこう、ね、30日です。じゃあもうこれからも合同で誕生日会できますね。できますね。ね、イベントとかも、そう、来年が楽しみです。、ね、ちょっと先長いんですけど。確かに3月だからね。そうですね。ちょっとあるんですが、はい、そっか。え、血液型は？血液型 O 型です。O なんだ。へえ。何っぽいとかあります？でも O っぽいかも。あ、本当ですか。 O って言われてなんかしっくりきた。 O です。 O か。へえ。私 AB です。おお。え、でも AB 型すごい憧れるんですよ。なんか天才っていう感じで。いや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 、全然こんなよ。いやー、いいと思います。いやいや。そして好きなことは？はい、ライブに行ったり、あとはゲーム全般が好きですね。え、じゃあカードゲームとかも？あ、やりますね。カードもやります。いいじゃないですか。うちにぴったりじゃないですか。ね、最近やってるの？カードゲームも、バイスとか。やってますね。特にバイスがちょっと CM 出演させてもらったんですけど、私ハマるやつだってなって。そうなんだ。デッキが続々と増えて、すごい。じゃあ今後ね、バイスの大会とかにね、はい、参加したりしたいです ねするかもしれない、はい、みんなも今のうちにね、バイス覚えるとおいちゃんと一緒に対戦できるかもしれないよ。え、ライブは？はい、え、どんなライブ？アニソンと普通に邦楽ロックのバンドが好きで、そうなんだ。まあその辺をたくさん。へえ、音楽好きなんだね。そうですね。だって得意なことがさ、はい、バイオリン、はい、書道、はい、DJ、はい、DJ、DJ、そうなんですよ。すごい、バイオリン、書道、DJ。なかなかこの組み合わせないですね。ないDJ。 いつから？え、でも去年の4月から、うん、あ、そうなんだ。なんで、ほんと1年ちょっとぐらい。あ、なんか私がとあるライブに行かせてもらって、うんうんうん、でその時の休憩時間かなんかで DJ をされてた方がいたんですよ、うんうんうん、でその方とちょっとお話しする機会があって、うんうん、で、え、じゃあ DJ やってみたらいいじゃん、あ、やりますって言って、そんなすごい気軽な感じで、ノリで、はい、なんやかんやで毎月ゲストで呼んでもらったりとか。すごいわ、はい、うわ、なかなかだって生きてて DJ やるきっかけになる出来事ってないもん。ないです ね、すごい運命的な出会いだったんだね。逆に苦手なことは？暗記と朝起きることですかね。暗
暗記。暗記。暗記はどういうこと？試験前にすごい頑張って詰め込むんですよ。うん、で、うん、まずそこの詰め込みも遅いっていうのもあるし、そうテストが終わった瞬間に全部抜けるんですよ私。あ、なるほどね。まっさらに抜ける。その瞬間は。一瞬は覚えてるけど、そうなんです、抜けるのも早いと切り替えがはっきりしてるんだね。そうなんです。困ったことに。そして、はい、休日の過ごし方は朝起きて、うん、ジムに行って、でその後、ま、帰ってきて、ま、シャワーとか浴びてカラオケに行って、うん、カラオケは、ま、練習も兼ねてですし、一人で、あ、一人です。あとは普通に自分で勝手に好きな曲歌うのも好きなんで、うんうんうん、それでカラオケ行って、うん、その後はゲームセンターとかひょいっと遊びに行って。本当に好きなんだね。好きなんですよ。え、一人でゲーセンに行って、はい、何するの？え、もういっぱいやれることありますよ。そうだよね。確かに行けば、確かに一人で来てる人いっぱいいる。え、でも何するの？え、音楽ゲーム結構やりますね。音楽ゲームもやるし、あとアーケードゲーム。え、 UFO キャッチャーとかはやらないの？やります。めっちゃ得意です。得意そう。ちょっと欲しいのあったらちょっと頼もうかな。ぜひぜひ。一回ギャラリーできたことが。すごっ。で取りすぎて。そうなんですよ。一回で景品が2個取れる方法に気づいてしまって、で調子に乗って私がもう無限に撮ってたんですよ。そしたら、うん、周りにギャラリーできた上に店員さんがちょっと勘弁してくれて、店員さん涙目だよ。そんな。そうなんですよ。言われたことがありますね。え、コツとかあるの？感覚？やってなれるですかね。練習あるのみなんだ。そうですね、割と。そうなんだ。回数やることが、回数こなすこと。はい。そしてそんなおいちゃん、自分を一言で表すなら、はい、ゆるっと元気に好奇心旺盛です。あ、なんかそんな感じするわ。好奇心旺盛ってどういうこと？はい、なんでしょうね、やったことないことがあったとして、うんうん、あ、とりあえず一回やってみようってなるんですよ。で、なんか別に私ハマんなかったらじゃあもういいやみたいな。でハマるとまずぶずぶいくと感じです。なんでも一回やってみるみたいな。そうですね。なんでも一回こう興味を持ってみる。はい、素晴らしいですね。そして、自分の一番好きなところ。メンタルが強い。メンタルが強い。、はい、なかなか自信持って言えないよね。そうです、あんまり自分で言うことでもないなと思いつつ、うん、どういうこと？でもなんか我ながら強いなって思うんですよ、うん、高校生ぐらいの時からいろんな歌の大会とかに出てて、うん、でそれがなんか全国ネットで放送された時もあって、でその時にやっぱツイッターとか掲示板にめちゃめちゃ書かれるんですよ。でそれを見た時に一回へこんだんですけど、うんうん、へこんでる自分がもうバカらしくなって、うん、そっから鋼のメンタルになりましたね。でもなかなかできることじゃないですよ。見てどうせも見ちゃってこうズブズブね、なんかこう落ち込んでく子もいるじゃん。そうですね、私も割とメンタル強い方なんですけど。そうなんですね。私もね、全然機嫌しない。生きていくために強くないとね、この世界じゃね、生きていけないからね。大事ですね、メンタル。大事大事。メンタルが強いっていうことはもう一番大事なことですね。頼もしいわ、おゆちゃん。めちゃくちゃ頼もしい子入ってきた。ほんと。プライベートでは？プライベートなんかどっか行きたいとか。ああ、旅行とか行ったりしないの？あ、旅行あんまりしないですね。ああ、そうなんだ。一人旅とかは意外とやってない気がします。へえ。でも友達とかとは遊びに行ったりする？そうですね、人ん家に行くのは好きです。ホームパーティー？あ、そう、ホームなんかパーティーでもないんですけど、うん、人の家に上がるのが好き。何それ。え、なんかその人のなんでしょう、やっぱ好きなものとかが置いてあるんで、うんうんうん、その人の世界観というか、いろんなもの知れるなと思って。そういうこと？はい。行ってみるのが好きです。面白いよね、確かにね、人んちってね。そうです。そうです。私からの質問もいいですか？ちょっと、はい、私がちょっと聞いてみたかったこと。はい。必ずカバンの中に入っている必需アイテムありますか？は、私手帳ですね。手帳。手帳、紙でやっぱ書くのが好きで。そうなんだ。そうなんです。へえ。スケジュール以外にも何か書いてたりするの？予定立てるの好きなんですよ。ああ、
なるほど。そうなんです。計画とか予定を立てるのが好きなんだ。立てるのが好きですね。立てるのが好きだね。詰め詰め気味に立てといて、で実際はそれよりちょっと緩やかに進行させるみたいな。でもそれを見るのがまたいいよね。そうですね、日記みたいにもなるしではありますね。確かに。そしてもう一問、私と一緒に何かするとしたら何をしますか。やっぱあのお酒のイメージ私個人的に強くて、なんでお酒について教えてほしいなって思いますね。すごく飲めるわけではないんですけど、まあ普通程度には大丈夫です。好きなお酒は。好きなお酒、カシスウーロン。間違いない。でもカシスウーロンは。そっか、カクテル、はい、カクテルが多いのか。じゃあそうですね、あと苦いのと炭酸がダメなので。あ、そっかそっか。結構限られちゃうんですよね。そうだよね、サワーとか飲めないしね。そうなんですよ、私もそうだったんですよ。そう、炭酸が飲めないから、サワー飲めないじゃんと思ってて、そんな時に出会ったのがやっぱ日本酒なんです。あー、なるほど。日本酒はいいよ。日本酒と私も出会っていきたい。ね、でも飲みやすい日本酒いっぱいあるから。あー、本当ですか。めちゃくちゃいっぱいあります。あ、知りたい。そう、最近女の子もね、その日本酒ブームみたいな。そう、ブームなんですね。そう、なんかお店とか行っても女性だけで来てるグループとかすごいいっぱい、その日本酒専門的な。そう、日本酒。そう、あ、へえ、そう。じゃあ行きましょう。行こう。ぜひ教えてください。もっともっといろいろお話ししていきたいんですが、はい、ちょっとここでお時間になってしまいました。はい、どうでした。いや、楽しかったです。よかった。いや、なんかこうやっぱ話すと仲良くなれるきっかけがいっぱいつかめてよかったなって思います。ね、だって今日が2回目くらいだもんね。そうなんですよ。しかもその1回目の時あんまりってかほとんどお話ししなかったので、ね、そう、響き女子会みたいなのがあって、ご飯食べたんですけど、席がね、結構くじ引きで決められて。そうなんですよ。ちょっと離れちゃってて喋、はい、れなかったんですよ。だから今日よかったです。お話できてよかったです。はい、なんか次回からは、はい、新人のね、天音ちゃんと2人で、はい、そうです、動画をやっていくそうで。はい、なんか何かやりたいこととかあったりする。あまねちゃんが、いかせん中学生なので、ね、何をしたらいいんだろうっていうのはやっぱり思うんですよ。そうだよね、中学生と何するんですか。でもこの前ボードゲーム、あ、すごい簡単にさっさと終わるボードゲームとかやったら楽しそうだよねっていう話は合いましたね。確かに確かに、かわいい動画になりそう。なりますか ね、どうか。楽しみにしています。はい、今後ね頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちゃんと一緒に皆さんもぜひチェックしてください。はい、ということで今日の動画はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録などよろしくお願いします。ということで今日の担当は佐々木みこいと西尾優香でした。バイバーイ。